どうも、町田コシヒカリです。ということで、今日はですね、夏なのでもちょっと私が普段よく着ている半袖系のトップスをご紹介しようかなって思います。デザインが気に食わなくても、私が紹介したそのブランドさん、いろんなデザインがあるところも多いので、ぜひあのサイトをねチェックしてみてくださいね。ということで、まず最初が、はい、最初のトップスがこちらです。ラビアンジェさんのトップスなんですけども、半袖って言っていいのかわかんないけど、ちょっとサイズ大きめ、薄いピンクっていうのがめちゃくちゃ可愛くて、去年ぐらいからずっともうピンク熱がすごいの。何買うってなってもピンクピンクピンク。このピンクは結構明るめな薄めのピンクなんですけど、このゴールドのボタンがまたキラッと光っていて可愛いですし、私今気づいたわ、ここがここデザインがここずれてるっていうの。あ、そうだったんですね。丈感は今日ごめんなさい、デニム履いてるんですけど、これは私ちょっと大きめサイズを着てるっていうのもあって、中間くらいかな、太ももの。もう2個ぐらいサイズは下げても良さそうです。はい、あのもし買うよって人は。普段私はこのスカートに合わせたり、結構衣装で着てるんですけど、これは生地もさらっとサラサラしてて薄くて、あんまりこうシワになりづらい感じの生地感になってるので、すごい可愛いし、なんせ腕がね、腕が結構隠れる長めの丈感がやっぱ好きなので、まあ、今日はあの偶然デニム履いてたんですけど、まあ、デニム生地にもよく合いますし、なんかスカート、タイトなスカートを下に着てあげても、あともっとあのシンプルなシュッとしたそういうパンツとかと一緒に着てもめっちゃ可愛いです。この形、こういう系の形がラビアンジェさん結構出してて、去年買ったやつで言うとこのブラウンもめっちゃ可愛くてすごい使ってました。腕のとこがこうヒラヒラってしていて、これはねパールなんですけど、ここがこういうのはやっぱり体型カバーになるのでね、かなり重宝します。はい、デニム普段本当に履かない、パンツとかも本当に履かないんですけど、こういうものをゲットした時にはパンツをねすぐ合わせれるようになったので、コーデの幅がググッと広がりました。あまり足出したくない人も、お尻出したくないよって人は、こういった長めの丈のトップスを合わせてみるといいんじゃないでしょうか。はい、こちらもラビアンジェさんのトップスとなります。これね、なんか売り切れてたけどまた再販してた気がするな。これもねすごいね、なんかシンプルだけどねめっちゃ可愛いんですよ。はい、ここは折り返しにもともとこうなっている。でここだけちょっと素材が違うんだよね。なんかここは普通に T シャツっぽい素材なんだけど、ここはなんかテロッとした感じので、ここに絞りがついているので、こういった T シャツとかだともうどうしてもズドーンとなりがちだけど、ウエストをキュッと締めているからないくびれがあるように見える。錯覚、全ては錯覚だから、お腹周り、お尻周りはこうカバーできるかなと思います。これのね、まずシンプルだからコーデ合わせやすくて、カジュアルもちょっと綺麗な感じもいきやすくて、使いやすいT シャツとして持っといてもいいかなって思います。めちゃくちゃ素朴な疑問なんだけどさ、みんなさ洗濯ってさ毎日してる？あとおすすめの洗濯機あったら教えて。切実。じゃあ次の大きい買い物は洗濯機と冷蔵庫。この冷蔵庫もちっちゃくてさ、2人暮らしにしてはおすすめの洗濯機あったら教えて。あと洗濯頻度教えて。できればね、やっぱ夏だから毎日やりたいけどね。うちのピピすごい走るの好きで、めっちゃ走るのよ。ピピ代謝すごいの。うちの100倍ぐらい汗出すの。えぐいよ。本当に歩くと水たまりできるぐらい汗かくの、ランニングで。ほぼほぼ毎日走ったりするから、汗かいたものをさ、たとえ水でちょっと洗って入れといても、なんかさ、なんか嫌じゃん。カビ増えそうだし。だからさ、なるべく洗ってあげたいなと思うんだけど。電気代がね、高いから。続いての T シャツ、ラビアンジェさんはこちらです。パッと見すごいシンプルなんですけど、ここがなんかこうリボン風になっているというか、なんかこう垂れ下がっている、このデザインがすごい可愛くてめちゃくちゃ着てます。これも青が差し色に入ってるので、今日みたいな、まあ、デニムとかに合わせてもまあ可愛いと思いますし、タイトスカートでワンポイントにこれっていう感じも可愛いと思うし、これもラビアンジェさんのワンピースなんだけど、これ青だけど青じゃなくていいんだよ。なんか黒でもなんでもこう合わせて袖をこうヒラヒラさせる。これはね
こう柄がすごく鮮やかだから全然下はシンプルで可愛いと思うんですけど、黒のキャミワンプとかどうしてもすごいシンプルになっちゃう時にこういう袖がヒランヒランヒランとかだとなんかすごく可愛いかなって思う。はい、キャー、これね見て、ピーナッツなんで後ろがめっちゃ可愛いの。あ、ごめん、タグまだつけっぱだ。見えるかな、よく見える、見えてるからちょっと見えないんだけど、スヌーピーの刺繍が入ってるの。スヌーピーメンバー、ピーナッツのメンバーの、この私色がもう好きすぎて、僕ねくすみピンクが好きなのくすんだピンクがもう本当に今年の私のテーマというか、なんか何があってもくすみピンクみたいな感じなのね。今日はデニム着てますけど、デニムにインして、デニムとズボンで生きてますみたいな、かっこいいこの感じのスタイルにも合うし、ヒラヒラのスカートにも合うし、もうフリックスストアは普通に別に大きいサイズ展開がめっちゃあるっていうわけじゃないんですけど、私がなんでよく買うのかっていうのは、なんか結構デザインが可愛い T シャツがお手頃価格で買えるっていう、サイズ感もメンズとレディースがあるジャンルの服は大概ね入るものが多いので、めちゃくちゃ本当に買ってよかったなっていう感じ。フリークスストアで買うなら T シャツかなっていう。そんなフリークスストアのまた違うデザイン、またピンクって思うと思うけどピンクです。これはさっきのじゃあ比べるとこんな感じで、ちょっと濃いくすんでる、だけどこっちは薄めのくすんでる、ちょっとくすんでるピンクになりまして、これなんて言うんだっけ、グレムリンズだっけ、この子、このグレムリンズかわいい、待って、ほら今日のデニムにもめっちゃ合ってる。フリークスストアはねデザインがかわいい T シャツいっぱいありますので、みんなも好きなデザイン見つけてみて。そう、これはねフリーサイズ F だったんだけど入りました。なんかちょっと届いた時にあれ?と思ったんだけど、なんか思ってたんと違うみたいな、モデルさんもちょっとなんかこう余裕を持ってブカッと着てたけど、あ、そうだったと思って、モデルさんと私体型違うんだったってなんか届いてから思って、でもなんか全然入ったからよかったと思って、こういうのも先ほど紹介したようなキャミワンピも私結構持っているので、衣装含め紙ワンピの下とかにも着やすいように、あんまりこうブカブカしてない感じの服を下に着たりしたくて、淡いこう手書きの書きましたよみたいな、イラスト書きましたよ T シャツてな感じでございますわ。私の今年の今季のトップスたちは結構ワンピースをね着ることがすごく多いんですけど、やっぱり夏は楽をしたい、おしゃれもしたいんですけど、なるべく楽をしたいってなると行き着くのが T シャツにスカート、 T シャツにズボンっていうこのスタイルなんてね、こう2つでいいみたいな。フリックスストアもヤビアンジェさんも可愛い T シャツいっぱいありますんで、もしなんか今年何 T シャツ買おうかなとか、なんか探してるよって人らいたら、ジョブタウンとかでもセールやってたりするんで T シャツチェックしてみてくださいな。はい、ということで、まあ、次回はなんかワンピース特集も、夏に持田がよく着てるワンピースも紹介しようかなって思っておりますので、ぜひそちらもご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。水分補給、塩分補給しっかりしろよ。